はいどうも、おじさんです。今回はこちら、グリザイアの果実という作品やっていきたいと思います。そういえば、名作中の名作なのにやってなかったなってのをふと思いましてね。せっかくだから、まあ、確か最近、新しいのが発売するんだったっけな。うん。なので、まあ、それの絡みでね、こういうのやるのも悪くないんじゃないかな、ということで、一番最初、もう、10年はとっくに過ぎとるような、12、3年とか経つんかな、くらい前に発売したものなんですが、未だにね、もう語り継がれる名作中の名作というやつなんですよ。はい。で、グリザイアは、一応3部作、メインが3部作あって、グリザイアの果実、グリザイアの、何やったっけ、楽園、もう一個何やったっけな。なんかいろいろありましてね、ちょっと覚えてないや。メモでも残しときゃよかった。とりあえず1からやっていきましょうや。で、この体験版、普通その体験版これからやっていくんですけど、ちょっと毛色が違います。はい。こんな感じで、体験版なんですが、普通のゲームの体験版っていうのは、オープニングから始まって、前半1割2割とか、それくらいの、話を進めていくっていうのが普通なんですが、この作品に関してはそういう形式ではなく、まずオープニングはオープニングとしてあります。一番最初、すべてのその人物、主要の、まあ、メインのヒロインたちとかに会うっていうところまでは一応オープニングとしてあります。その次は、場面場面をはしょって、うん。結構その個人個人のやりとりが、多いんですよ。うん。例えばこのね、ヒロインで言ったらね、ヒロインのあの子との、イベントみたいなことですね。言うのであれば。そういうのがぶつ切りになってあります。なので、あれです。結構その話が飛んだりしとるところがあって、うん。会話のついつまが合わんとか、そんな情報初めて聞いたぞみたいな状況にはなるんですけど、その話うんぬん聞くことによって、そのキャラクターごとの、面白さというか個性が伝わるようになっております。まあ、その他にも、そうだな。まあ、ここ、青い果実とエンジェリック・ハウルに関しては、結構その、強いメインルートの方になりますんで、うん。これはまあ最後の方にやろうかなと思って。まあ多分オープニングが多分2本くらいかな。長さ的に。で、これ1個1個1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15で、15本別々に、まあ、うん。切りのいい話なんで15本でまとめて、で、その後、青い果実とエンジェリック・ハウリに関しては、まあ、1本30分くらいの動画で切り取っていこうかなと思いますんで、切りのいいところでね。うん。で、だから20本くらいになるんか。全部で。うん。予想では。まあまあ、お付き合いくださいな。うん。まあ、自分でプレイしていただいて、製品版買っていただいて、まあ、面白い、失望させない作品であることは、まあ、私が、ね、お約束いたしますので、うん、ものすごくいい作品で、読み物としてね、ちゃんと、キャラクターの個性もすごい豊かで可愛いし、あとこの作品全体としてのドラマチックな物語っていうのもめちゃくちゃ面白い作品なんで、まあ、やって後悔はしません。うん。まあ、その導入ということで、こういうね、プレイ動画なんかを見ていただけたらなと思いますって話しとったらもう4分くらい経ちますね。ダメですね。悪い癖ですね。こうやって話してしまうのは。これだけで1本の動画ができそうだからな。はい。じゃあそんな感じでオープニングいきましょうか。うん。名前が風見裕二。住所は、山梨県大里郡。山梨から来たのか、あんた。悪いが、人と待ち合わせをしている。これ以上暇な警官に付き合ってる余裕はないのだが。あ、そうだ、ごめんね。既読のやつ消しとかんとな。既読メッセージの色消しとくわ。俺の口ぶりが気に入らないのだろう。目の前の警官は、軽く舌打ちを鳴らすと、手にしていた俺の免許証を放り投げてよこした。じゃあ、風見さん、悪いけど、お背中の荷物の中身、確認させてもらっていいかな？断る。警察署まで来てくれれば、無駄な問答をしなくて済むんだけどね。
今パトカー呼ぶから少し待っててくれる？なら待ち合わせの相手に電話ぐらいさせろ。このままでは待ちぼうけを食らわせることになる。え？俺たちが話していた30メートルほど後方から叫び声が上がった。アイヒールを派手にすっ飛ばし、倒れ込んだまま手を差し伸べている女性。俺たちとのちょうど中間、派手なアロハシャツの男がこちらへ距離を詰めてきていた。ち、警察か。警官の制服を見て一瞬ひるむも、道路に脇道がないのをさっと確認し、構わずこちらに向かってくる。どけこら！手に持った戦利品のバッグを威嚇するように振り回しながら、手で避けろのジェスチャーをする。え、止まれ、止まりなさい。男の走り抜けようとする直線上、俺の立っていたのがたまたまその真上にあった。どけっつってんじゃろうが。手にしたバッグを振り回す肩の動き、そして腕の動きで動作の起点を見極め、振りかぶりと同時に相手の手首をパンと叩いてやる。一瞬振り下ろそうとした腕が硬直、力が入らなくなり、男は目を見開いた。俺はすかさず男の着ているアロハの襟元を掴むとぐっと引き寄せる。いいアロハだな、どこで買った？くしょ、こんなガキに。おさっとするな、確保だろ。俺の土星にびくりと背筋を伸ばした警官は腰のポーチから手錠を取り出しながら駆け寄ってくる。到着したパトカーからは2名の警官が降り立ち、犯人をパトカーに押し込んでいる。そんな様子を何をするでもなくじっと見つめている俺に、先ほどの警官がこちらに駆け寄ってきた。犯人確保の協力を感謝します。感謝状はいらないから、俺をこのまま解放してくれ。そうもいかんのですよ。宣告の件も含めてできれば改めて署でお話を聞かせていただきたいのですが。俺が軽く舌打ちを鳴らし、余計なことをしたと後悔したのは、警官に背中を押されながらチラリと見た腕時計で待ち合わせの時間を5分超過していることに気がついた時だった。そうやって黙ってちゃいつまで経っても帰れないぞ。誰かと待ち合わせをしているんだろ。さっさと話して終わらせた方がいいんじゃないか。俺は返事の代わりに目を閉じた。一切口を開く気はないという意思表示だ。やましいことがないなら話せるだろう。いつまでだんまりを決め込むつもりだ。この手の大声を出す大人には子供の頃から慣れている。脅しが効かないとなれば、次は髪を掴んで揺さぶりをかけてくるとこだが、相手は公の権力団体だ。直接的な暴力はありえない。あのな兄ちゃん、誰に入れ知恵されたか知らないが、警察で黙秘したって何も得はしないぞ。ん？俺はカツ丼部屋の壁にかけられた時計に視線を走らせる。待ち合わせの時間からすでに1時間は過ぎている。もう何なんだよお前は。風見雄二、職業は学生だ。だからそりゃもう何度も聞いたっつんだよ。調べたよ、山梨から来たんだろ。過去の犯罪歴はなし、歩道歴も交通違反もなし、何かを表彰されるようなこともなし。ここまで綺麗な賞罰なしってのは変だろ。まるで誰かが細工したみてえに真っ白なんだよお前は。お前は一体何者なんだ。風見雄二、職業は学生だ。なんだそりゃ。警察に捕まったらそれしか言うなって誰かに言われてんのか。お前どっかのテロリストか。風見雄二、職業は学生だ。もういい、黙れ。喋ると言ったり黙れと言ったり、わがままなやつだ。少し小太りの年配の刑事が部屋に入ってきた。どうかしましたか？え、はい、ええ、
こちらを一別した後、何やら若い刑事の方へ耳打ちをする。やがて若い方が報告を聞き終わると、いかにも腑に落ちないといった顔をこちらに向けた。釈放だと。お疲れさん。釈放の理由は？それはこっちから聞いてくれ。それじゃあな。いやー、すみませんでしたね、風見さん。こちらに連絡が行っていなかったようで、先ほどようやっとあなたの身元保証人の方と連絡が取れた次第でして。市ヶ谷の関係者なら最初からそう言っていただかないと。言っておくが、俺はただの学生だ。市ヶ谷では掃除のバイトをしていただけだぞ。掃除ですか。なるほどね。うまいことおっしゃいますな。さすがはインテリさんの集まりだ。明らかに嫌味な雰囲気を漂わせながら、無礼な態度で接する刑事。俺のことを市ヶ谷に問い合わせたのか？いいえね。あなたのお名前をデータベースで検索させたんですがね。検索している最中に電話が鳴りまして、受話器を上げてみたら防衛省の特別の機関からのお電話でして、うちの犬がそちらで保護されていないかと聞きましてね。いや、驚きましたよ、実際。うちは保健所じゃありませんからね。飼い主がいて首輪もつながっていることが確認できたんだ。もう帰ってもいいんだな。どうぞご自由に。そうさ、あなたが今度転入なさる学園の学園長からもこちらに連絡がありましたよ。俺の荷物はどこにある？お預かりした荷物は玄関に出してありますので、そちらで。何でしたらうちの車でお送りしましょうか。俺のようなろくでなしの送迎をするために国民は税金を払っているわけじゃなかろう。歩くよ。年配の刑事に促され玄関に出ると、さっき預けていたバックパックを持って若い刑事が背後から現れた。とんでもない重さだな、これは。一体何が入ってるんだ。なあお前、埋め立て地の学生なんだってな。制服を着ているんだ。見ればわかるだろう。気をつけてな、いろんな意味で。最後にそう言い残して署の中へ入っていった。なかなか難しいものだな、学生になるのも。難しいからこそあの時にそう希望したのだろう。俺はなりたくてもなれなかったものになりたかったのだ。お勤めご苦労様。ねぎらわれるほど社会に貢献した覚えもない。はいはい、来た早々とんでもない目にあったのはわかるけど、八つ当たりはしないでちょうだい。そんなことより、脇に止めてあった車のドアを開けた。乗って、目的を遂行する方が最優先でしょ。びっくりしたのよ。時間になっても現れないし、これは何かあったんだって連絡したら案の定警察の厄介になってるし、この暑さだから熱射病で倒れてるのかと思っちゃった。病気だとは思ってなかったはずだ。そりゃあなたのことだからぶっ倒れる前に何とかするとは思ったけど、一応体のこと気遣ってるんだから素直に聞けばいいのに。第一、ここにだって本数は少ないけど電車は通ってるんだから、それで来ればよかったのに歩いてきちゃうんだもの。それも聞いてびっくりしたのよ。ヒマラヤにでも登るような大荷物背負ってるって。海沿いの埋め立て地で車は止まった。どう？立派でしょ。この近隣の学校の中では一番新しいのよ。立派だ。とても学校には見えない。新設校とは聞いていたが、外観は本当に学校には見えなかった。3階建て、真っ白に塗られた外壁だけはそれらしく見えなくもないが、それ以外は都心に建てられていそうなオフィスビルそのものだった。左右の門は校門というより何かの施設を思わせるような無味乾燥な塀で、
取り付けられた看板も有名な書道家が書いたものではなく、簡単な書体で校名が記されているようだった。新設校だからあまり学校のイメージがないかもしれないけど、学生だってちゃんと普通のいい子たちがいるのよ。だからカバンは突如響き渡った女の子の声により突如として妨げられた。やめなさい、マキナ、やめなさいってお願いだから、お願いだから。あまね、なんで逃げるの？セミ可愛いよ。虫は。さっぱりわからん。だが楽しそうな学園で何よりだ。でしょ。とりあえず行きましょうか。中に。学園長の立花千鶴です。ようこそ三浜学園へ。それともお久しぶりねの方がいいかしら、風見くん。ほんの少し薬と笑みを浮かべると、学園長は傍らに置いてあったパンフレットを取り出した。ここは学校法人榊学園の運営する私学の学園で、全国から選ばれた学生たちを集めて日々勉学に励んでいるの。榊学園の母体は関東一円に私鉄網を持つ東浜急行電鉄グループ。その資金力をもって最高の設備と教職員を揃えているわ。まず、学園長の話は詳細の説明へと移っていた。東浜急行は主に東京と羽田空港を結ぶ主要線路の運営を中心に、不動産や大規模商売店を手掛ける一大企業グループだ。その東浜急行の経営を担っているのが榊一族であり、おそらくは榊学園というのもその一族による運営なのだろうと思われる。なぜ推測なのかというと、学園の存在も法人の活動も基本的には公にされていないからであって、俺自身も調査結果に確証を得られたわけではなかったからだ。あなたは2年生として学園に入ってもらいます。早速明日のホームルームで転校のことをお知らせするから、それ以降は自由に振る舞って構わないわ。質問がある。どうぞ。まず一つ、今日は平日なのに学内にほとんど人気がない。これはどういうことだ？少数精鋭なのよ。学生数はあなたを入れて6人だけなの。6人？そうよ。2つ目、俺は今日からどこで生活すればいい？全寮制なの。後で学生寮の場所を案内します。そこからここに通ってちょうだい。最後にもう一つだけだ。はい、どうぞ。最後の質問だけはまっすぐに目を見る。最後に、ここは普通の学園なのか？一瞬の無言の後、再び口が開かれる。ええ。柔らかい笑み。あなたがあの時に言った希望、ちゃんと覚えているわよ。普通の学園に入って、普通の学生生活が送りたい。学生の少なさ、施設の不自然なまでの豪華さ、全寮制、高い塀。明らかにそれが示していたのは異常だった。でもね、あなたもわかってると思うけど、あなた自身の境遇を考えると、
ここしか条件に合うところがなかったのよ。学園長が振り返る。だからあなたもここで普通に過ごしてくれればいいわ。何かしてほしいとか私から言うことはありません。それじゃ寮の方へ案内するわ。ああ。何キョロキョロしてるの？さっきのセミの二人はいないようだな。ああ、スオさんとイリスさんのことね。二人ともまだ学園に残っているのかもね。小峰さんもいないようだし。小峰？うん、その子に寮の案内を頼んでいたんだけど、姿が見えないから。ちょっと待ってね、部屋にいるのかもしれないから。言いながら学園長は建物の奥へと歩いていく。その場に一人残った俺はぼんやりと天井を見上げながら、ついいつもの癖でスプリンクラーの数を数え、建物のおおよその規模を想像し、正面玄関を制圧された時を想定して非常階段の位置を確かめる。ふむ、柱の数が少ないな。天井が少し低いのはそのせいか。あの建物に夢中になっていたせいで服の袖を引っ張られていたのに気づいたのは、あの、私の声聞こえてますか？何度目かのあのの後だった。ん？あなたは今日到着予定の転入生さんですか？声の下方に視線を落とすと、メイド服の姿の女子がこちらを見上げていた。身長は低い方ではないが、男である俺と比較するとどうしてもそうなってしまう。それとも不審者さんでしょうか？不審者かと尋ねられて不審者だと答えるやつはいないと思うが。あ、そういえばそうですね。目から鱗です。メイドは何度かうなずくと、ゆっくり目を閉じ俺の言葉を復唱し始めた。不審者かと尋ねられて不審者だと答えるやつはいない。不審者かと尋ねられて不審者だと答えるやつはいない。うん、大丈夫。それでは質問の仕方を変えて、あなたは不審者さんではない人でしょうか？お前に応用力がないのはよくわかった。はい。いや、なんでもない。それでメイドが何の用だ？あの、ですから私はあなたが怪しい人かどうかを確認しています。そうやって口説かれるのは今日で2回目だ。それはおめでとうございます。それであなたは不審者さんではない人なんでしょうか？見かけによらずたくましいメイドだな。ああ、小峰さん、ちょうどよかった。こちらが今度転入することになった風見くんよ。そこでこちらの様子に気づいた学園長がその女子に声をかけた。どうやらこのメイドが小峰だったらしい。やっぱりあなたが転入生さんだったんですね。風見雄二だ、よろしく。はい、こちらこそよろしくお願いします。うん、まだ下の名前を聞いていないんだが。あ、すみません。下の名前は幸です。よろしくお願いします。今度はきっちり下の名前だけか。さっきの二人といい、なかなかユニークな人材が揃っているようだな。学生の個性を伸ばすのが学園の役目だから。ということは、こいつも学生なのか？小峰さんはこの学園の1年生よ。あなたには小峰さんが教壇に立つような年に見えた？俺に限らず酒場で捕まえたかバニーガールに聖書はどうしたと尋ねはしないだろう。うん、小峰さんは普段からメイド服でいることが多いから。答えになってないな。確かにそうね。それじゃあ小峰さん、説明してあげて。わかりました。
私はクラス委員を任されている関係で、よく先生方のお手伝いや雑用をお願いされることが多いのですが、なんだかメイドさんみたいだね、という話から、ちょっとメイド服着てみなよと促され、実際着てみたらやっぱり似合うからなるべく普段から着た方がいいよと提案されたので、なるべく普段からメイド服を着るように心がけています。なるほど、そのサービス精神を職業を忘れたシスターどもに教えてやりたいくらいだ。はい、ありがとうございます。褒めたつもりはないが、それをあえて口にすることもないだろう。じゃあここからは彼女に案内してもらって。その方が話もできていいでしょう。問題ない。それじゃあ小峰さん、あとはお願いね。わかりました。それではまず1階から案内していきますね。ああ、頼む。メイドがゆっくり歩き始めたかと思えば、すぐに管理人室の前で立ち止まった。そのまま何か言いたげな眼差しでこちらを見つめてくる。どうした？何か言いたいことでもあるのか？そのあなたのことを何とお呼びしたらいいのか聞き忘れていました。そういえばそうだったな。すみません。いや、俺のことは好きに呼んでもらって構わない。それでしたら、ゆうくんと呼ばせていただいてもよろしいでしょうか？いきなり距離が近づいたな。では、風見さんというのはいかがでしょう？ああ、それなら俺はお前のことをサチと呼ばせてもらおう。サチ？すまない、やはりサチエモンの方だったか？いえ、サチで構いませんよ。表情は一切変わっていない。しかし妙な力強さを持った目だった。そうか、ならサチ、これからよろしく頼む。はい。この笑顔を見る限り、サチと呼ばれるのが嫌だったわけではないらしい。それでは早速なのですが、寮に入って最初に見えるこの部屋が風見さんのお部屋になります。中を見させてもらってもいいか？はい、これが部屋の鍵です。どうぞ。なるほど。それなら問題ないな。言いながら、俺は流し台の水道の蛇口をひねった。俺が来る前に、この部屋を誰かが使っていたのか？いいえ。少なくとも4ヶ月は誰も使っていなかったはずですが。その割には水がきれいだな。まあ、建物自体新しいですし、風見さんがいらっしゃる前はこの部屋を倉庫代わりに使用することもあったので、その時に誰かが水道を使っていたのかもしれません。俺は蛇口をひねって水を止めると、背負っていた荷物をその場に下ろしてすぐに部屋を後にした。それから玄関を入って正面のスペースはみんなの共有の場所になっています。ここが2階です。2階は基本的に部屋のみの構造となっていて、私以外の学生さんは全員この階に住んでいます。3階はこの大浴場をはじめとした戦闘的な構造になっています。オーシャンビューか、悪くない。では、これで寮の案内は終わりになりますが、何か質問はありますか？そうだな。質問は寮以外に関することでもいいのか？私に答えられることでしたら。なら、まずはサチの3サイズを教えてくれ。はい。上から82、56、83です。今現在、付き合いのある特定の異性はいるのか？いません。これまでの男性経験は？ありません。うん。
自分から尋ねておいてなんだが、そんなことまで律儀に答えるのは、やはりクラス委員だからなのか？クラス委員は、みんなの役に立ってこそのクラス委員ですから。見上げた奉仕精神だな。ありがとうございます。他に質問はありますか？いや、今のところは特にない。わかりました。もし、他に聞きたいことができたら、部屋にある内線電話で3番を押してください。私の部屋につながるので。わかった。それでは、私はこれで失礼しますね。そう前置きすると、本物のメイドさながらのお辞儀をして、サチがきびすを返そうとする。ああ、サチ。はい。案内ありがとう。助かった。うむ。今時のクラス委員というやつは意外に肝が据わっているらしい。